レオンです。さっき分解やったんですけど、その後の動作確認ちょっと今からやるんで、ちゃんと正常に起動するのかっていうのをまずやってみるんで、これでいつものようにマユとピョコちゃんの参加で、これコントロールのこのスイッチプレスボタン押すんでね。はい、あ、ついた。OK です。プレステ、こういった感じで、ちゃんとブルー LED が点灯してますね。これ起動してあと変わるんでね、ちゃんと OK ですね。お気に入りの俺の大好きな女優長澤まさみがダー子が壁紙になってますけど、ちゃんと落ち OK ですね。これで短い動画でちょっとやるんで、今回次電源ユニット変えるんで、まだこれいけると思うんだけどね。もう1ヶ月2ヶ月ぐらいになるから、あれ買って今箱のやつプリンターの上に載ってるでしょ、あれ買えるんで、こういう感じでやるか。長澤まさみと土屋太鳳が好きなんで、まゆが一番なんだけどね。はい、今回以上ってことで、短い動画だけど、今回プレステ4分解後の起動確認、正常に起動しました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。こういう感じでサムネは、これもせっかくだから写そうか、ハードディスクも。こういう感じで、こういう感じで、はい、失礼します。